コーヒー入れながらやるよ。いらん。コーヒー。どんだけ、どんだけ早終わらせないの。こいつ、バリ巻いてくんねん。北海道のお土産を紹介していきたいと思います。ラジオ感覚で。ラジオ最近やってないから、北海道の思い出とか込みでな。そう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 。うん、そういう、ゆるっとおしゃべりしながら紹介したいと思います。そういつもね、マジで空港で私ほとんど買わないんですよ、お土産。全く。なんか手荷物になるし買わないんですけど、ちょっと北海道は魅力的なスイーツとかお土産がいっぱいだったので爆買いしたよな。まあそうやな、今までで一番買ったかもな。海外でもこんな買えへんな。うん、海外も買えへん。だっていらんもん正直。なんか帰ってきたらさ、いらんくなるくない？なんかその時はテンション上がってさ、オーガニックの石鹸ですとかさ、テンション上がって買うやん。正直家帰ってきたらいらんねんってなって、普通に日本のもんがええねんってな、ドラッグストアに売ってる。しかも子供ったらさ、時間何かとかかったやん今回。だからもう一発目入った店で品揃えいいとこで買ったら思ってブワーって買ってる。てか新千歳あれ交代でさ、うん、子供をあのドラえもんとことか飛ばせながらちょっとお土産買ってくるわってできるからええな。マジで新千歳空港良かったよな。キティちゃんとドラえもんとなんか遊び場がまずめっちゃ広いよな。無料でな。そう、無料フリー遊び場が大きくて立派で、お金払って多分ドラえもんのフリーゾーンとお金払うゾーンがあったよな。あ、なんかあったな、キティちゃんもお金払って中入るやつ。そうで、まずなんかロイズのチョコレート工場も可愛いやん、うん、ドラえもんカフェみたいなさ、うん、あのドラえもんの学校の椅子とかがあったよ。トイレ行くついでにちょっとチラッと見てどんなんなんかなと思って。あ、ちょっと見たね、ワークスペースな。あ、そう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 、なんか作ったりできんやんな、子供が。そうそうそう、めっちゃいいよな、新千歳空港。もう一回普通に新千歳空港だけでも行きたい。多分空港としては日本一かもな。え、マジで日本一。あんな子供に優しい空港初めてやった、うん、量とかも半端ないもん。え、半端なかったよな。目移りする。で、お土産屋さんとさ、ご飯屋さんも結構凝ってたくない？なんかお魚コーナーとかさ、スイーツコーナーというかさ、なんか寿司と。寿司もさ、空港にあるレベルちゃうもんな。あれないっちゃん初めにいたカウンターだけの。まず駆け込んだよな。新千歳空港到着すぐに駆け込んだ寿司屋さん、立ち食い寿司屋。俺口コミも何も見てなかったから、あんなうまいと思ってなかったよ。え、見てたで。びっくりした。4点なの。まあ高いけど、あの中じゃ。でももうレベルが高かったよな、まず。レベルはもう段違い。鶏とんより全然美味しいもんな。うん、値段ちゃうしな。値段がちゃうから、ま、でも鶏とんも美味しかった。めっちゃ鶏分からへんけどイントネーションは。白子一発目美味しかった。鶏とんもコスパ最強みたいな感じでめっちゃうまかったんけど、うん、それでもでも昼行って結構まあいつもぐらい食べて8000円ぐらい、うん、空港はあれなんぼなん？9500円。一番美味しかったのはマジで空港のお寿司かも。いや俺まで。しかもあれファミリー向けじゃないしな、全然。無理くりというか、まあ息子がちょっとおとなしくしてくれたから。あれ息子に感謝やな。うん、感謝。あの寿司食べてる時だけめっちゃおとなしくしてくれたよな、うん、2人でほんまありがとう言うそれはお寿司屋食べ終わってほんまありがとう、待っててくれてありがとうとか言ってポケモンセンター行ったよな。おとなしくしてくれてありがとう、めっちゃ美味しかったわ息子なんのことが分かれへん。 YouTube 見てくれてたから。ポケモンストア行ったよな、その後。駆け込み方もキモかったよな。もう寿司食べたいってなったよな、うん、北海道に足つけた瞬間、あ、もうあかん、寿司の気分。いや、でもほんま食べるまでめっちゃ不安やった。いけるかな。わかる。もう大人しかおれへん。息子がこれもうちょっとでも機嫌損ねたら終わりやんってなって思った。無理かなと思った。無理やったら無理で、もうしゃあないな思った。うん、とりあえず並んでるから、じゃあ早く紹介しよう。うん、して。もう一発目は私結構インスタで調べまくって、とにかくこれだけ食べたいって思ったのがあって、もうすでに1個食べてしまったんですけど、このバターチーズサンド。これインスタで見てマジで食べたくて、美味しそうすぎて。で、実際昨日もう我慢しきれず、この紹介まで1個食べて帰ってきてすぐ食べたよな。うん、1個食べよう、もう1個。このね、え、これって3つしか入ってないん？いや知らんけど4個入ってると思った。これで多分1500円ぐらい。激高やん。せやろ。オンラインショップでもあって、この3つ入りは空港しかないんかな。こんな感じ。バターチーズサンド。
めっちゃ美味しかった。挟んでるクッキーもめっちゃ美味しかったし、サブレみたいな、うん、で中のクリームめっちゃ濃厚で、クリームっていうかほんまにバターやから、バター食べてますみたいな。でもほんまにこの個数でええかも、そんな量変わらない。確かにこれを半分個でええよな、一つ食べられへんよな、うん、無理無理、胸焼けする。これが最高だったんで、これがでも一番今まで食べたスイーツ、お土産スイーツで美味しいかも、ナンバーワン。しかもこれさ、どこに売ってるのか分からへんかったから聞いてさ、うん、ならアナフェスタ、うん、っていう、あ、要はあるやん、お土産屋さん、空港に、うんうん、あれそこでしか取り扱ってないんですよって言って、違うお店の人が教えてくれて、ていうか昨日言っとったやつ分かった、あれアップルパイか。え、そうや、あれアップルパイマイスターのくせに食べてないの。いや俺知らんかった、あのミルククッキーかと思って、あの違う違う、そこが出してるアップルパイ、俺あれのミルククッキーは時計台に売っとったやん。ちゃうちゃう、アップルパイが混んでんの。アップルパイや、あれじゃあアップルパイ並んどったやん、めっちゃ並んどったやん。そうやね、食べたかったな。せやろ、言うたって。その一つ言わんかい、大量でが言うてない。あ、これじゃあじゃあ買ったやつ。このラーメン屋さんずっと最後まで行きたがっとったな。そう、ほんでその息子がプレイルームで遊んでくれてる時に、一人やったらいけそうな感じで順番にダダと行こうかなと思ったんですけど、なんかお腹あんま減ってなくて、朝ごはんホテルで食べすぎて爆食いしたから。そう、俺そんな、俺はお腹減ってなかったから、まあ、このエビのラーメン屋さんがちょっと食べたくて、でお店行くのはちょっと息子カウンターしかないかったからも諦めて、空港の最後一人で行こうか迷ったけど、お腹の具合も微妙やったんでやめました。一個息子用で、もう一個はジャジャ用。これがさ、気になって、逆に白い恋人は一回も買ってない。買ったことあるの。せんの、あれは定番すぎて。このさ、焼きとうもろこしシリーズめっちゃ買った、届けて、おかき、それコンビニで買ったやんな。うん、一個な、これ最後あって、これあの配ろうもんね、誰か、うん、さ直近で会う人にさ、うん、まずこれがトウキビおかき、札幌おかき、焼きトウキビ、トウキビ、トウキビの味美味しかったやん、アイスも全部、全部美味しかった。お茶もさ、大通り公園名物やって、これあれやん、イルミネーションとかやクリスマスマーケット、あそこでなんか夏売ってるらしいで。へ、おかき結構なんかいっぱいあったかも。これも美味しそうやろ、チーズおかき、うん、チェダーチーズ、あこれええやん、これエビ、北海道シーフードセンと、これも有名やった、そうやな、世界看板あったな。そう、これもインスタに載ってた、なんかあのイカ、ホタテ、イカ、貝柱、え、ホタテ、イカ、エビ、なんか入ってんの、おかきと乾燥したそういうエビとかイカとかが、だからカキピーみたいな感じ。ああ、そういうこと。順番にさ、乾燥したそういう入ってんの、ホタテとか貝。これやろ、美味しそう。うん、これが右から何味。いや、これミスと同じの買ってさ、ホタテ、ホタテ、トウピキビ、ホタテ。これはコンビニで買ったな。うん、フォリのトウキビチョコ。あ、空港にも売ってたで。まあ美味しいやろうな。うん、あ、もう一個あった。あ、これがイクラの味やったんじゃ。そう、貝。あ、これイクラや。それなんて読む、なんちゃらのお菓子、開拓お菓子、それが結構名物っぽい。イクラの味ってどうなの、美味しいんかな。どうやろ、なんでイクラ買ったの、エビかイカ買ったか思ったんやけど。これもインスタに載ってて、生キャラメルミルク、美味しそうじゃない。美味しそう、ちょっと一個食べてみよう。え、花畑やな、生キャラメルといえば。そう、花畑もあったんやけど、インスタとかそういう新千歳で買っておくべきお土産みたいな、これ廃れたのかな。いや、あったで、売れるやろ、絶対。昔流行ったやん、花畑めっちゃ。なあ、あの時もめっちゃさ、もう食べてみたいってなったよな。あ、こんな感じ、薄いキャラメル、食べろ、一個食べてみる、ありがとう。なんかあ、2個入ってる、1個やろ、こんにゃくみたい。あ、ほんなん、それ半分こしれ、なんか見た目こんにゃくみたいな、なんかな、半分こしれ、それ生なん。え、あ、生っぽい、おいしいな。うん、これバター、さっきのバターがついたクッキー、これ最高やろ、これも持っとっていいさ、この生キャラメルのクッキーついてる。あ、それ美味しいやん。これちょっと友達ん家持って行こうと思って、これと2個買って。あ、いいやん、なんか見た目もいいやん。見た目もやろ、うん、あ、これもさ、乗ってた、このスノーズ、スノーサンド、うん、これ美味しそうやって。それ言っとったやつ。いや、それはスノーマンかなんかの名前の
生クリームとあんこが入ってるパイみたいな。生スノーマンやった。そうそう、生スノーマンみたいな。これ多分ちゃうでも、カタカナじゃなかった、あれスノーマンって。え、スノーマンカタカナやで。違う違う、このスノーズだなくてスノーマンみたいな感じなかった。うん、これは自分で食べ。そういうの何、これはこれもサンドやで、普通にこんな感じのチョコクリームサンド、チョコとバニラ、白いのが入ってる。全部逆やけど。ん？チョコと。ああそういうことな。うん、美味しそう。美味しそうやね。どら焼きみたいな感じだ。そうそう。一個いく？うん。キャラメルが飲み込まれへん。白と黒があるからさ、あ白や。あそれハムショ。うん。うん。え、そんなバリバリいう感じなんや。もっと俺しっとり系かと思うか。そういう感じね。ちょっとあれに似てない？白い恋人。うん、ちょっと似てんな。似てるよな。中のクリーム、ミルク。うん。ミルク感が。うん。ロイズめっちゃ買ってねん。やっぱり。結構値段するからな。900円ぐらい。うん。850、そんなぐらいやった。家に自分たちは普通のオリジナルを買って、これはまあジャージャーか誰かお土産、友達にお土産。このキャラメル味はダダの家、実家、おかんに、おかんに買って、でこの白は私の母に、白ホワイトチョコが好きなんで、これをホワイトチョコのチップス、うん、これ嫌いな人はあんまおらんな、知らんけど、うん、知らんけど。であとはヌードル系、夜食で買ってんけど、結局北海道関係ない。北海道、北海道、どっちも北海道。玉ねぎ仕立てって書いてる。そうそうそう、これだからあれやん、言っとったやん、セイコーマートのオリジナルのヌードルちゃうん言うて。セイコーマートの商品結構あったよな、オリジナル。 あった気がする。美味しそう、食べようよ。美味しいのか。それは道を食べました。あ、食べた。オオカミ、オオカミ、何だっけ、オオカミスープ。うん、なんか美味しいけど。そう、美味しかったけどちょっと脂っぽかった。大阪美味しいラーメンいっぱいあるし、うん、まあまあ、東京大阪はさ、ラーメンってレベル高い。味噌、まあまあ、ラーメンはあれもあんま食えへんやん、大阪では。うんうん、珍しい、普段の。ほんでこれ何、スープか。あ、これはスープ、魚連。これあれやん、あの機内でホタテのスープというか、機内で配ってくれるんですけど、これ美味しかったんで買いました。でこれはあの昆布の方は別に機内でもらってないけど、うん、美味しそうやな思って。まあ何でも使えそうやから、うんうん、まあ、スープでそのまま食べてもいいし、なんか鍋のスープにしてもいいって書いとったし。あ、いいや、うん、なんかもう別にパスタとか何でも多分使えると思う、うん、好きそう。はい、これいいやん。それに一応調べて、ホタテだし美味しそう。北海道のお土産調べて、なんか美味しそうやからこれあったから買った。ホタテだしは絶対。これ多分何でもこれも使えると思うんですけど、白だしみたいな感じで使ったらいいと思うねんな。卵焼きとかにも多分入れていいし、うん、卵かけご飯とか何でもいいと思う。最高やん、うん、やってみたい、卵かけに。これをコンビニで買った酒とば、紹介したよな、 Vlog の中で。うん、一応な、細切り。それもちょっと食べてみよう後で。うん、食べてみ、今食べてみる。スモークっぽいな、酒とばって。あって、おいしい。スモーク風味って書いてた。おいしい、これ。おいしいな。うん、いや俺久しぶりに酒飲んだわ、北海道で。クラシック、ジンギスカンの時めっちゃ重かったんけど、クラシック。何買ってるな、クラシック。札幌クラシックめっちゃ美味しかった。香ばしいというか、グラス半分ぐらいしか飲んでないけど、濃く香ばしい、うん、なんかドイツのビールあんなのっぽくない。いや分かる、飲んだことない。黒ビール、うん、これはインカの目覚めっていう、なんか北海道にしかないジャガイモなんかな、それで作った焼酎です。これ親父が焼酎好きなんで、いつもどっか行くたびにそのご当地の焼酎買って帰るんですけど、まあお店の人に聞いたらこれが珍しい、本州には出回ってないっていうことやったんで、これにしました。これちょっと気になってインスタで見て、なんかボンボン、ウイスキーボンボンみたいな感じで、なんか飴っぽい薄い膜の中にアルコールが入ってて、テキーラボールみたいなもんやな気になってちょっと買ってみました。六花亭ってでも有名じゃない、これ。ここのあれやろ、あのそれなんかあれやな、のざめみたいな入れ物やな。もうほんまに見た目ものざめみたいで、一個食べてみ。これでも息子食べへんように気つけなかった。あのしかも衝撃で割れるから気をつけてって言ってた。手届かんとこ置いとかな、うん、見てこれアップで。絶対これ間違って食べよるやん、アメちゃん思ってな、うん、
あ、なんか書いてるわ。青色がペパーミント、うん、赤紫がワイン、うん、クリーム色が梅酒、うん、黄色色がブランデー、うん、赤色ハスカップ、うん、白色コアントロ、コアントロ。ちょっと一個食べよう。ハスカップにする、赤色。俺どれもいらんわ。ハスカップって食べたな、飲んだな。あ、なんか中にアルコールが入ってんの。ちょっと見して。アルコール軽くな、ギュッとダメや。アルコール度数何本？ちなみに結構強めって書いてたで。1個で？そうそう、いもう言ったら陽明酒みたいなのりちゃん。じゃあもうフェスに持っていこうや、これ。いや、そんなん酔えへん程度やろ。んそんなんで酔えるわけない。うん、美味しい。美味しいんかい。めっちゃ美味しい。じゃあ1個もらう。全然いける。赤食べてみや、美味しい。ハスカップ。ハスカップってあるよな、なんかジンギスカンの時一緒に飲んだよな。え、そんなんよう覚えてんな。なんかこう珍しい飲み物やったから北海道で。え、そう、ハスカップのお菓子持ってた。それも有名や。すごい、ほんまや。そうやろ。泡入ってる、プチって。すぐプチっていくらみたいな感じ。いくらみたいな感じ。あー、そういう感じか。え、好き。いや、俺もいらん。うわ、でもアルコール入ってるやん、ちゃんと。でも少量やん。うん。え、好き。あんまり砂糖に包まれてるだけやな。うん、うん、美味しい。え、全部美味しい。リキュール、甘い砂糖で包んでるだけやそれ。うん、そうそう。それがボンボンやろ。これもちょっといってみよう。これめっちゃちょっと食べてみたかったね、トウキビ。うん、これ美味しいと思うよな、絶対。一番ボロボロなやつ食べるわ、これ。酒とばが一番うまい、今んとこ。これ？うん、食べや。俺こういうの好きやわ、塩辛いの。スルメとやっぱまた違うな。うん、スモーキーでうまい。あ、スモーキーいいな。匂いがさ、もう美味しいよな、トウキビ。あ、なんかちょっと普通そう。うん、想像通りに美味しい。とんがりコーンって感じやん。とんがりコーンの美味しいおかきって感じ。味がとんがりコーン。うん、てかこれもコーン入ってるやん。これめっちゃ母好きそう。キャラメルコーンみたいにさ、ナッツ入ってる海苔でコーンが。あ、美味しいこれ。美味しいやんな。美味しい。でもちゃんとおかきの味した。うん、これ最高やん。あ、ちょっと違う。癖なるな、これ。いける、どんどん。でも焼いてる感じは分からへんかった。これエビもいってみる、うん、どっちの方が出そう、母に。どっちも一緒やろ。あ、ファイターズでいいんじゃん。じゃあこれ好きだ。これに巻いた乾燥エビ。これは乾燥エビ。あ、それも間に入ってるやん、乾燥エビ。ナンバーワンどれ？お土産これ全部。うん、ナンバーワン。あ、お菓子でか。うん、あ、でもバターサンドかな。同じく。次これ。そうやな。北海道の旅行が一番楽しかった。もうでもその辺の公園の雪がいっちゃおもろかったかも。今これその辺のさ、雪で遊ぶのがふわふわの、うん、あ、クリスマスマーケットとかあるのらへんのイルミネーション。あれ、あそこはちょっと少ないから。なんやったらあそこ空いてなかったやんか、テイネ。あ、テイネな。で、鳥と松までのとこ結構楽しかったかも。あそこな、結構あったもんね。その辺の全然有名とか関係ない公園の雪。おいしい、これ。ほんまにラーメンの、エビラーメンの味する。おいしい。当てにもなる。北海道でも店とかもほんまめちゃくちゃあるから。うん、なんか一応調べて予約したけど、まあ、美味しかったよな。でもてか全部パーフェクトすぎた。まあ、でもなんかまあ大阪の安さに慣れてるから。あ、こんなん、かわいい。え、それ開けてよかったの？うん、一個あげるから。だって、俺ら食べたの北海道でしか食べられへんみたいな感じのもんばっかとか、それ高い。そうやな、うん、観光客系やな、そんな感じ。まあ、美味しいよな。さっきのキャラメルがクッキーにつくんやから。あ、ほんまについてるやん。歯につくな、これ。いる？いや、いらん。うん、歯につくか嫌な。うん、いや、もう今ちょっと甘いの、もういらんから。おいしいでも、これクッキーが意外と固め。行きたいとこは全部行ったんかな。行きたいとこって、そんなのなかった。うん、うん、一番楽しかったのは雪見温泉かも。そうやな、まあ大人、そうやな、まあ楽しかったっていうか。息子もめっちゃはしゃいでたし、うん、なんか可愛かった。なんか一緒に
ほぼ初めて大浴場一緒に初めて入ったからさ。あ、じゃあ初めてやん、大浴場一緒に入るの。そうやろ、なんか可愛かってさ、めっちゃ、うん、なんかお兄ちゃんやからシーできるよな一緒にとかさ、うん、なんかシーできるねみたいなとか、なんやろ、結構ビビりながらも寒かったやん一緒、うん、最後行ったんあれやからな、大きいお風呂ジャージャと3人じゃん。そうやな、あの時ちょっと大変やったから、まだやっと一緒にこういうの楽しめるようになったよな。そうやな、やっと前まではちょっとトイレとかが無理やったけど、今全然我慢できるしさ、ちゃんと言えるし、うん、息子もはしゃいでたから満足度めっちゃ高いよな。でも北海道ほんまに小銭ちょっとおすすめかもな。え、マジでおすすめ。いや冬やからかな、あ雪遊びがもう大人、子供全員テンション上がっとったよ。大阪府民はさ雪なんか見たことないからさ、ほぼ雪なんか慣れてないから楽しくでしょうがなかったよな、うん、うわ雪なんかこう景色も見て面白いし、遊ぶのも面白いし、雪雪あれば全然遊べるな、無料のとこで。さあ観光客の喜び方しとったよ。え、してた、めっちゃはしゃいでた。雪に避難も楽しいけど、でも来年ぐらいから息子めっちゃ楽しめそうじゃない、あのスキュー、なんかスノーケリング、シュノーケリングできたら。シュノーケルはまだ無理ちゃうよね。5歳とかいけんじゃん、あの透明のなんかこういう見 見るやつ、魚な、晴れた時とかやったらいけるやろけど、シュノーケルはまだ無理やな。北海道の食い物ほんまにうまいよな、うん、ジンギスカンもう一回食べたい。ジンギスカン俺ももう一食ぐらい食いたかったわ。でも指定とかね、ない子ジンギスカン。そうそうそう、大阪で美味しいジンギスカン行こうか。ジンギスカン食べた、あんま好きちゃうかったけど美味しいな、やっぱ美味しいジンギスカン。え、でもあっこ行った時もめっちゃうまいなって言ってたよな、うん、あそこでハスカップ初めて飲んでんよ。あ、なんか言ってたな、ハスカップって何ですかって。ハスカップって今回の旅で知ったと思ってたけど、いや、あそこで初めて知った。今回飲めないもん。あ、ハスカップ、うん、ブドウみたいな感じってこと。なんかすっきりしたシソ、なんやろ、青い、うん、シソ系のハスカップソフトクリームとかハスカップなんちゃら多かったな、うん、でもトウキビの方がやっぱいいよな、味が。あ、コーンのな、うん、札幌ビール園とかも行ってみたかったけどな。あれは昔行ったことあるわ、大昔に、ちっちゃい時。あそこのジンギスカンなんか美味しいって書いて評価 3.8 やったけどな。いや、でも今回行ったとこ全部4点なんで。あそこはでも来てる人数が多いから 3.8 ってなるわな。ジンギスカンは俺もともと好きやからさ、絶対食べるって決めとった決めとった。今回マジで肩こったわ、なんか知らんけど寒いから。俺ずっとリュック背負っとったから俺もめっちゃ肩こった。旅行って肩こるよな、なんか。今回そのレンタカーなしにしたからな。あ、そうそう、それや。レンタカー、まあでもそやな、レンタカーやっぱあった方がええよな。でもやめてよかったわ、あんな道絶対できひんわ。まあまあ疲れそう、安排やな、うん、できるかもしれんけど気遣いすると、うん、冬の北海道もう一回行きたいよ。行きたいな、うん、行きたい。1年に1回行きたい、おもろいから。なんか札幌も都会でめっちゃテンション上がった。うん、なんかこう日本のことか上がったな。上がる、なんかパネル版がさ都会って感じ。あの、そうやな、うん、なんかそのめっちゃ都会なのにめっちゃ雪降ってんのが面白かった。うん、あと観光客だらけやから海外来た気分になる。そうやな、うん、自分が海外来た風な気分になる。北海道と沖縄って海外行く気分になるくない？ちょっと都会の方は余計そうなんかもな。田舎の方行けばあんま感じひんかもしれんで、北海道でも、うん、せやな。温泉とかも日本人の方が少ないんじゃんと思う。カップヌードルのチリトマトヌードルと比べたら俺はカップヌードルの方が好きやけど。そう？うん、こっちでもあっさりしてて美味しい。うん、それがいい。カップヌードル味濃すぎる。おいしい。おい、食いすぎやろ。え、半分こやろ。半分こちゃうやん今。半分こやん。どこやん。これも開けたらお湯がもうでも少ないもん。うん、うちで沸かしてくる。でもラジオっていつもそれぐらい1時間ぐらいの出すやろ。うん、カットしてな。1時間半を30分ラジオって。でもしかもさ、なんかいつもお便りみたいな。あ、だから喋るやろ。
もらうけど今回ないな。いや募集してないし。ラジオ聞いててラジオってやっぱええよなと思った。やっぱカメラあったら、なんていうの、身だしなみとか顔の表情とかなんか気をつけなあかんから一個に集中できへんけど、ラジオは撮るの会話だけやから音声なんかこう本音とかもっと言えたり、こうあんま何も気にせずリラックスして喋れるから、だからみんなも聞いてくれるかもみたいなことで、確かにカメラ映ったら人ってさ、まあ、相当なプロじゃない限りなんか気にするやんか、画角、顔、服、うん、なんかあれ気にちめやもん結構、まあ、表情とかな、そう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 、なんかやっぱラジオってええよな、うん、とか言いながらやってないけど全然そうやな、やればって言ってんの全然やる、じゃあやるまでにな、あれかかんない、そうやるけど今日でよかったよ、美味しいなってきた、動画ってさ、なんか気にしてあんま言われてないよ、コンプラ。ラジオ結構みんなガンガン言うくておもろくない？スポティファイ。大体一緒やけどな。え？私にしたら YouTube に上げんやろ、このラジオ。あ、そやな。スポティファイやりたい。スポティファイ。スポティファイって、でもみんな結構始めてるよな。そうなん？え、なんか素人でもいけるらしいで。だってキャンメン始めだっつってたもん。行きたんやけど、普通に英語で喋ってるっつってた、いいよ、海外の人に聞いてほしいみたいな、面白い、聞いてみた、俺ラジオ聞くの好きやから結構よく聞くやん、うん、毎日聞いてる、だから作業の時はマジでラジオがいいよな、だからラジオの良さ聞いてる側もめっちゃある、わかる、だから程度面でいいし、おもろいし、ゆるっとしたくだらない話とか聞けんもんな、全然、え、何のラジオ聞いてる？俺は霜降りやな、え、いったこ霜降りのめっちゃ聞いてるって、んめっちゃ聞いてるって言って霜降りいったこはおもろいで、いや、霜降りのオールナイトニッポンと、うん、あの霜降り明星のあの騙し討ちと、うん、全部霜降りやがな、好きやがな、あとはオードリーとかもまあ聞いたりするな、うん、フワちゃんと、うん、もう今ないけどケミオの耳掃除、フワちゃんの、あのショートでさ、うん、ホテルのベッドで受け身するやつ見たことある？受け、あー、うん、全部大体見た、ショート あれしたな、北海道で、え？横断歩道を歩いてる時にさーって俺あれ見た瞬間ほんまにフワちゃんの受け身めっちゃ思い出して、そうだ、想像しとった、フワちゃんの受け身思い出してさ、そうなん、想像しとったん、いや後からやで、その一瞬でじゃないけど、だってなんかの TikTok 見て後引いとったもんな、笑いの、うん、そう、ちょうどたまたまなんか雪道で滑ってる TikTok 出てきて、 TikTok っていうかショートかあれはもうあっこからバリビビってペンギン歩きやと、ペンギンっていうか、ね、おばあちゃんやったらここのここで受けてん、自分をガーッて、うん、おらんくなった自分ってぐらいの感覚やと思う、一瞬すぎて、俺はもう久しぶりに心配したわ一瞬息子と一緒にこう抱きかかえる、じゃあこう肩こうやってもらえていけるかって言われてマジのトーンやったもんないつもやったら何してんねんって言われるのがマジトーンやった、うん、いや危ないからな、なんかあれは骨折とかしかねへんから、でも来てないわ全然、ここでガーンって受けて自分の体重全体重手袋しとったからやで、あ、そう言うとったな、せやここのモコモコがあって、うん、なんかあ、完全達したここ青だんや最悪やと思って、バレ自分体重重いやと思ってここで支えた時に、まあ、そう支え方がまだ良かったんちゃう、うん、まだマシや、良かった、受け身もうパーンって取ってたやん、フワちゃんみたいに両手で両手やったって俺が見た時いや全然覚えてない、俺パーンって見た時ふわーっとか言っとってなんかポーンってあのフワちゃんのもう柔道みたいなプロレスみたいな受け身取っとったで、その時さ自分のこけた姿が全然想像つかんかった、一瞬すぎて立つの必死やった、やばい信号変わるみたいな、俺はまずもう後頭部打ってへんかみたいな感じで大丈夫かみたいな、あと尾てい骨骨折してないかとかで、あとから旅行で骨折が一番寒いでしかも初日やからあれ
あれジンギスカン行く時やった、うん、そう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 でもあれ一発目にこけたから、あとめっちゃ気をつけたもん、まあまあ、みんなにもめっちゃ注意しとったもん、ここアイスバーンみたいな。いや誰もこけてないからしかも息子さんがこけてもなんか全然いけそうやもんな、軽いから、うん、平気やったよな、こけまくってたけど。北海道でこけてる人見たんだって一人、スーさんだけだよ、ここおらへんかった。確かに見てよ。え、なんか誰もこけてなかったっけ。あ、じゃあね、みんな上手いね、あの、おとととととってなるやんか。地元ヒールの女の人とかあれ上手いねんか。地元の人やそれはな。そうそう、観光客はやっぱ慣れてへんからこけるかもしらんけど、ひょいってこう落ち着いてるしな、すべて。でも俺も意外と走ったりできたの。次どこ行きたい。いやどこやろ。福岡言うとったんやけど、福岡食べ物以外なんかあるかな。あ、ちょっとそれ教えてほしいな、逆に言うと。福岡子連れここいいですよ。しかもさ、大人だけと子供だけプラン変わるよな。子供だけはないやろ。あ、じゃあじゃあ子供と一緒に行くのと大人だけはプランが変わる。うん、そやな。からちょっと福岡はマジで飯で、俺仕事で行ったことあるから めっちゃマジで飯うまいねん。めっちゃ飯うまいねんけど、いや子連れは分からへん。もう別に大阪と変わらんのじゃんと思ってる。大人だけやったらまたな、飲み歩きとかできるやん。糸島とかあるけど、まあ別になあって感じ。糸島ってあれじゃん、天気の子じゃないわ、君の名はのなんかモデル。何、天気の子。糸島じゃなかった、モデルの島。え、村、島か村。天気の子って天気の子じゃない、君の名は。君の名はってあれ島じゃなくない。え、そうやったっけ。うん、島やったやん、なんか田舎の。え、そうやったっけ。糸島とかも別に良さそうやけど、なんか分からへん。なんか福岡は食べ物はマジで食べたい、福岡。うん、俺だとあと九州好きやからな、基本的に。九州巡ったな。じゃあしょっちゅう行っとったよ、熊本は。しょっちゅう、うん、熊本はしょっちゅう行っとったから、九州、熊本、福岡とかあんま行ったことない、仕事でしか。だから行ってみたい。じゃあ行ってみたいけど、緑の風リゾートマジでおすすめやな。戻ったな、戻り癖やん、思い出し。自分の中脳内でいきなり思い出し発言をするから、死後なしで話すときあるから、ほんまに。そういう病気やね。なんで話したか、ついていかれへんみたいな。緑の風はでもほんまよかったな、マジでよかった。もう一回行きたいと思った。そらにゃんも、でもまあ息子が喜びそうやなっていうのはあるけど、うん、まあ、大人で言うとあっちの方がいいのかもな、緑の風の方が。うん、まあでも子供もおったよな。おったで、全然外国人がほぼおったわ。うん、ほぼ外国人やった。日本人の子供は見てないな、逆に。それみんな空には行くよな、普通。そうなのかな、だって遊べるやん子供。まあでも国内もええけど、やっぱ海外行きたいかな。逆にもう国内良すぎて海外いらんくなってきた。だってご飯おいしいし、サービスいいし、楽やへん。せえけどさ、まあ行きたいけど海外。なんか息子国内だけでも大変やのに、海外ちょっと無理、怖い。国内でも見とかな、もう神経すり減らすのに。なんかこう車飛び出すやん。まあ、北海道でも正直迷子10回ぐらいになってるからな。プチ迷子、プチ迷子、あれどっか行ったって。あ、何回待ってん、走ってな、うん、最後のさ、あの手荷物検査の時なんでおらんねんって思ったもん。いや俺も一瞬でどっか行くな、一瞬でどっか走ってどっか行くから。もう走りたがりやよな。あれ見失ったって10回ぐらい行ったよな、あれどこ行ったって。持ってったホームアローン状態。お前でちゃうな、瓶乗って。まあ海外だから、まあそれが怖い。何でも怖いの。4、5歳になったらまだマシかな。5歳やな。だからめっちゃ長いリード、グアム、グアムとか。絶対嫌がりやん。え、絶対嫌がりやん。ちょっと後ろさ、服持っただけでこんなに待てないでとか言って。いや俺グアム一緒に行こうとなっとったよ、あの時。うん、その時もうめっちゃ長いリードとか俺探しとったもんな、ネットで。めっちゃ伸びるやつ、あの伸縮性の、伸縮タイプ。地元の人とか他の人もヤバいやつだと思うね。どうなの、そうなんかな。でも友達も1個あれつけてフランス行っとったで、迷子になった方が嫌やからっつって。
僕もそうやで。駅の初めてホームあれつけてたら一人で見るときさ、うん、じいちゃんばあちゃん死んでたけど、もう落ちた方が怖いからと思って色つけてた。なんか別に周りの目とか言ってられへんからな。そうやで、あんな落ちたり誘拐された方が話になれへんもん。そんなよりも守っとかなかな。全部さ、火薬以外後入れやってん。これイルミネーションのとこでも何回も迷子なってたな。まあでもあれはな、顔を一人一人見とってんな、うん、こっちは気づいとってんな。あ、迷子なってます、迷子なってますってさ。うん、おいしい。麺が何回、いや味噌も美味しいよこれ。2個買ってよかった。え、店で食った味噌ラーメンよりうまい。いや、あれはあれで好きやけど全然ちゃうけど、別物として美味しい。レベル高いこのラーメンが。そうなんや。いや、カップヌードルとかしか食べへんからかな、普段たまに。こういうノンフライ麺はあんま食べへんから、高いから。初めて言いかけた。3キュッパぐらいするやん。うん、美味しい。これスミレ系のあれらしいけどな。あ、スミレってそんなんだ。スミレも見とって、なんかこれもともといけるって書いてあるから、純連って書いてスミレって読むらしいねんか。後継ぎの人が純連っていう名前に書いたらしい。でスミレ、エビのとこ、あともう一個なんか有名っていうかよう並ぶ。まあでも冬北海道みたいな感じで雪で遊べると長野とかもありやな。あ、あり、あり中のあり。2月とかキンキンすぎやな。あり中のあり、行きたい。雪遊びもっかいしたい。ドカ雪のちょっとホテルの前で遊んだやんか、うん、あれでもちょっとびっくりするというかさ、ズボってはまるから。ゲレンデとかでもだってさ、あ、もうそういうの、あ、怖いよなあれ、うん、なんか下が分かれへんから。ちょっと歩く時もあのテイネの公園のとこもさ、え、これ普段は何なんやろみたいな思ったの。ちょっと行き過ぎた時に水やったらどうしようみたいな、うん、見えへんからさ。公園とかやったらさ、まあ、落ち葉やろみたいな感じやけどさ、普段の地形知らんからな。そうそうそう。